はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やってくでしょう。さあ、前回はこちら、引き続き毛利攻めでございます。で、中国地方をかなり大きく切り取って九州の方にも進出しております。このままご利用ししていけば毛利滅ぼせそうですね。さあ、引き続き今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、まずはじゃあこちら、山口館、はい、ここに出陣いたしまして、で、今度は船井館はもう大丈夫、で、殿氷城も大丈夫、もうダメか、まだ行けるとこない、ここ、はい、静木城、はい、行きましょう、はい、行ってらっしゃい。で、龍言の2位失敗しました。まあ、しょうがない、しょうがない。はい、で、殿氷城も落としました。ナイス、すごいね。その勢い恐ろしい。で、この二人投与、うわー、初段したい。解放してあげよう。もう初段をしたくて仕方がない。でもね、こう羽柴秀吉の時代とは違うから、私たちは、秀吉の時代はあくまで融和的に敵を倒していく。さあ、行きます。で、こっち大丈夫かな。いや、ちょっときそうだな。こっちはいけないか。帯状は無理。お、熊本城いけるじゃん。はい、行きましょう。はい、らずついてまいる。さあ、で、これは、はい、大仙道ですね。11の城にて成功。ナイス、すごい。はいはい、いいよいいよ。で、この方投与。いやー、捕まえてばっかですね。で、殿氷城はそうですね、誰入れるか。じゃあ、あ、志村光康いいじゃん。よしよしよし、頑張って。で、じゃあ志村光康をこっちの軍団に組み込もう。はい、福島正則軍団、はい、お願いします。ういさあ、コギ使ってやってくれ。でさあ、どうかしら。いやー、でも秀頼もだいぶ遠いな。まあ、どこで秀頼だ、凶作だ。まあ、うちですよね。いやー、めちゃめちゃ被害がでかい。大丈夫かな。まあ、そこはちょっとそっちの軍団でなんとかお願いします。で、広域流言、そして、はい、兵糧支援お願いします。だいぶ秀頼の部隊が遠いんだよな。早めに本拠移転して前線近づけたいですね。はい、周防高森城攻めていけばいません。了解。で、合戦でございます。はいはいはい。4対4か。まあ、これやるか。岩見増田の戦い、羽柴秀吉 VS 佐伯、これさだかな。行きましょう。はい、もちろん圧勝でございます。パチパチ。オッケーオッケー。まあ、すら勝てるか。いや、もうこれはどれだけ早く毛利家を滅亡させるかのゲームですね。戦争なんかじゃない、これはただの虐殺だ。よし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 。で、そういえば、あ、威風弱発生するじゃん。で、このまま津田の城も落としたいとこっすね。さあ、行ってこい。いいよ。秀頼の代も全然順調じゃん。はい、で、津田の城あっという間に落ちました。ナイス。いや、はえー、もうすぐ中国地方統一できそうですね。あ、ミゲル、はい、ミゲル来たー。オッケー、ナイス。よし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 。で、あ、寝返り士官できる。あ、でも一人だけだ。有馬晴信か。お、こいつは優秀だぞ。で、大仙道もう一回やろう。いやー、どんどん嫌がらせしていこう。うん、はい。いやー、汚いねー。で、小型投与、はい、オッケー、ナイス。最軽限。あ、焼き打ち。下道だね。さあ、行きましょう行きましょう。で、山口館、 あっという間に落としちゃった。すごい恐ろしい、ゾッとするわ。はい、で、山田有信だ。はい、投与。あ、来たー。嘘、おえー、マジか。はい、で、大仙道終わりましたね。ナイス、すごいすごいってか怖いわ。で、熊本城攻め、あ、で、はい、吉井さん幸福でございます。船井館落としました。ナイス、オッケー。で、もしかしてこれは吉井さんが来るっていうことでよろしいですか。お、来ました。ナイス、オッケーオッケー。島津忠誠低いな。
すごいすごい。じゃあ君たちお疲れ様でした。帰っていいよ。はいはいはい。一応願います。でこっち行けない？まあさすがにそれは欲張りか。じゃあ騎乗させよう。はい、お疲れ様。頂戴した。よがよがまたよがまた。はい。で騎乗。はい。で、はい。さあ行ってみよう。城なぞ。で石城城も落としました。あ、ここがまた本拠地になってたんだ。本拠地がどんどん落ちちゃうね。あーで豊久だ。妖怪首置いてけ。あーよしよし、ナイスナイスナイス。オッケーオッケー。島津ガタガタ。いやいや、モギと付き合ってた。じゃあこう2000倒すか。はい、倒しまーす。さあ逃がすな。オッケーオッケー。あーで、ここの4万はちょっと騎乗しよう。はい、お疲れ。はい。で9000はさ、はい、下がろうか。はい。さあこの2000を逃がすな。今串江崎城落としてるのね。はい。じゃあ門市城、いやなんかルート的に来そうだけど、行けんの？だったらこっち行かせようか。はい、キーノヤ。はい、キャプソン。やってます。さあで串崎城落としました。しかもまたここ本拠地。かわいそうに。これでつまり中国地方統一したこと。で佐々木小次郎だ。はいはいはい。ツバメ返し。あ、ツバメ返し。あれ、お前は来ないんかい。はい、じゃあ解放しよう。はい、で福島マスノリ軍団が帯城を攻めます。いったれいったれ。我が軍略いいぞ。さあ竹中半兵衛に負けるな。じゃあ今度は加藤市城を攻めましょうか。いきます。はい。進軍に。で加藤市城の次はキーの山はもう大丈夫か。はい、じゃあ人吉城ここも攻めましょう。行くぞ。はい、さあ行ってらっしゃい。で次はで秀頼はね引かなくていい。で今度は本拠地移転したいんだよね。で笠原正隆、はい、とよ。はい。で広域流言、はい。で兵糧支援ね。はいはいはい。汚いで使っちゃって。はい。敵がなるわい。はい、熊本城落としました。早いね。君ら早すぎるんぼ。さあでじゃあこの1万をじゃあこいつぶつけるか。はい。何をいるね、何やってんの。はい。でここ騎乗させて熊本城は、あー、やっぱだいぶ壊されちゃってんな。あ、本田小松ちゃんやってみる。いってらっしゃい。あーでお父さん戦って寂しそう。じゃあ今度はこちらカジキ城も攻めてみましょうか。いきます。はい。さあ忠勝の軍団頑張って。でこっちは何をしてる。じゃあ今度はさな、こっち行ける。いやーこっちはさすがに無理か。さあなー、こっち行くか。はい、じゃあ人吉城。はい、いってらっしゃい。さあ休みは許さない。で4人。はい、噂を信じた。もう噂流しまくりだね。とんでもねえ下道たちだわ。私たちは後世に恥ずかしい戦いをしているかもしれない。さあで18人の方が亡くなりましたか。堀直政ありがとう。見果てたり。今までありがとうね。いやー辛いね。さあではい、大仙道オッケー、ナイス。よしよしよし、やれやれ。さあでどうだ、どうするどうする。今度はこっち、古書壇上行きましょうか。はい、さあ行ってらっしゃい。で秀頼は行かなくていい。はい、始めよう。じゃあ今度は柳川の方も行ってみましょうか。行きます。はい。で制作小岩隊配備全部やってるもんな。まあ、とりあえずじゃあこの辺全部やっとこう。はい。さあ思い残すことないように。はい、受けたまわり。いや、制作がたくさんできるっていいですね。お金が合うということは素晴らしいことです。それだけね、民が潤ってるという証拠ですよ。まあこんなもんでいいか。よし、行ってらっしゃい。はい、さあ行くぞ。さあで帯状落とした。早くね。早いね。血の毛がたぎってるね。トヨ処断したいな。もうダメだよ、殺生はダメ。ありがたい。さあでちょうど九州も北と南で分断できてるっぽいですね。まあ、この辺がちょっと空いてるけど。で、はい、キーヌは落としました。ナイス。よし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 。
よし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 。はい、出陣中の部隊は余力十分。橘山城など新たな目標を指示してはいかがでしょう。いいですね。行ってごらん。じゃあこっち行ってみるか。おい、城を落としてこようぞ。さあ行こう。徳川家康はまあ帰還していい。はい、お疲れ。はい、さあで次はまあ古書山は大丈夫だね。はい、で大丈夫じゃないとこ教えて。まあとりあえず頑張るか。はいはい、で銀行駅発令で人吉城も落としました。ナイス、オッケー。星兵糧結構きつかったっぽいね。よかったよかった。取り押さえ、はい、豊洋で2人来ましたね。ナイス。はいはいはい、じゃあ解放して、うん、このゴーンはで帰還していいからね。はいはい、帰還していいよ。はい、あで願い時間、あ1人だけかい。思いつきましたぞ。はいはいはい、でここはじゃあ騎乗させて、はい、ただちにでここも OK か。はい、いいよ。はい、で大友義宗ね。はい、いいよ。貴殿にお伝えします。はい、で今度はさすがに泉城はきついか。ほとんどの部隊出張ってっかんな。で福島は正則軍だ。高山城いいね。やっちゃえやっちゃえ。あでも毛利をしっかり九州南と北に分断してるね。ナイス。じゃあ岩屋城も攻めてみましょうか。行きまーす。はい、大丈夫で腰兵糧きつそうだけど大丈夫。さっき誰大丈夫って言ってたの。真田昌幸怒るよ。いや腰兵糧きついってなくなってるってみんなお腹すかせながら戦ってるって。あーで誰か撃ち取っちゃう。大丈夫。さあということで橘山城を落としました。ナイス、オッケーオッケーみんなしっかり食べてね。はい、豊洋で島津忠長豊洋。はい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 、で解放してやろう。はい、で古書山城も落としました。ここも本拠地でございます。本拠地を転々としながら、それでも照本は頑張っている。縛り上げよ。さあうちに従属するといえ、なんとお前と私は対等な立場ではない。で武漢要請、はいはいはい。で大仙道かな、はいはいはい。汚いこと考えるで。で古書山城はじゃあ細川沖本かな。ありがたき幸せ。じゃあここはどの軍団に入れよう。じゃあ福島正則軍団で、はい。もうこの2軍団で任せてもいいような気がするな。まあ私はあくまでアシストということで。ここまでか。で合戦できる。2対2 やるか。塩塚の戦い、羽柴秀吉 VS 増田景博。さあみんな秀吉の背中追ってこいよ。はい、さあ行くぞ。2対2 さあ行きましょう。まあ言うてちょっと影勝もきついのが。はい、行きましょう。固まるぞ。はい、回転出兵。行くぜ。みんな王道たる働きを見せよ。はい、敵を蹴散らそう。一旦こう、あー開発下がれ。で一番やりは、はい、ウエスティ開発。はい、了解。でこうで挟もうか。そう、はい、始めよう。さあで騎馬突撃いったれ。よしで強撃入った。よし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 。でこれな。はい、こうですね。こ、はい、さあこれで強撃できる。よし、さあ削れ削れ。まあこれで終わるやろ。軍略というものを見せてくれ。さあ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 、これがさあさあ私の戦い。よし、いいよ。でじゃあ影勝はこういって、でちょっと休むか。はい、今が動くべき。よしよしよし。あ、開発？開発？下がれ。開発？こう、よしよ。はい、ちゃんとやってる？まあ大丈夫、やってるか。攻撃してるっぽいわ。この戦法を見て勝敗を決めてやりましょう。で、もうすぐ退散する。だー、開発もきつい。了解。いや、私もきついんですけど。で、よし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 、まあいいでしょ。おいおい、さあ人にも逃がすな。えい、よーし、ふう、危なかったな。ちょっと危なかったな。オッケー、はい、
まあこれで攻めやすくなるでしょう。はーい、さあ行ってみよう。で、はいはい、流言ですね、了解。さあ高山城落としました、ナイス。オッケーオッケー、これで鹿児島もうすぐ落とせそう。はい、で先導ナイス、よし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 。でこっちも大丈夫ね。はいはいはい、内城いけない、まだいけないか、あ到着してないだけが。はい、さあで柳川落としました、ナイス、よう頑張った。オッケー、で敵将爆で豊、あ、来た、ああまさか来るとは。で、じゃあ、いやさすがに無理か、こっち無理だよね。まあ騎乗させるか。はい、騎乗を。で、水野勝則はこっち行くか、征服寺。はい、はい、で久留米城も落としました。オッケーオッケー、じわじわと毛利を追い詰めておるところです。豊、なんか中世黄色の人もだんだん打ち来るようになってきたね。流言が効いてんのかな。さあ行ってみようか。で3万、あ、いける、征服寺行きますか、行きましょう。で、この方時伏せた、ナイス。オッケーオッケー。7000か、こっち行ける。こ、行こう。さあ根性見せろ、頑張れ頑張れ。で山田三三郎、いいもん見つけた、ナイス。あ、でも結構金あるからな、もういろいろ買おう。あー、いいですね、よし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 、コレクションが増える。あ、新田片付きだ、はいはいはい。さあで福島正則、日野江城行った、ナイス、それはでかい。で領地替え、はいはいはい。で兵力支援、はいはいはい、考えだ、この城、はい。で岩屋城落ちました、オーケーオーケー。さあもう少しだから頑張ろう頑張ろう。で全員と、あ、今回は結構増えてるね。あー、でもはいはいはい。で解放して、この恩は忘れぬ。で次は征服寺行ける、行っちゃおうか。お命令をいただき、じゃあこっち行きます。で寝返り士官、はいはいはい、引き入れくだされ。はい、で征服寺も落としましたね、ナイス。伊達政宗、お前はずっと頼りになる男だ。で全員とよ、さあどんどん寝返らせよう。解放、はい、さあ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 。で帰還してもいいよ、はい、お疲れ。だいぶ切り取りましたね。すごいな、あっという間だな。で本願寺協力軍団が金井市城を攻めるんだ、そういうルートで行く。だいぶ遠そうだけど大丈夫、行けるんだ。で岩屋城はもう攻めていきません、了解。腰ギョロきつそうだな、はい。お指図、てか部隊めっちゃいるな。敵兵を、この橋場家のこの政策ですよね、きっと。刀狩りだっけ、これがね、多分相当ね兵が増えるんだと思う。すごいな。奪います。で日の江城も落としましたか、うわすごいな、さすが万有。で福島正則、はいはいはい。で柳沢元正を、あ、はい、東洋ナイス。でもう少しでね鹿児島統一できそうですね。となるとあとは長崎のあたり、頑張れ頑張れ。いてまいで、はい。で大村城も落としました、ナイス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 。さあラストスパート、毛利の拠点もあと6つ、頑張れ、6つだって。でほとんどの拠点に兵行かせてるから、まあこれが攻略できれば。あーで金石はやっぱ切ってんじゃないか、出陣じゃ。はい、で今度はこっち、まあ、ほぼ大丈夫か。問題は金石城だな、やっぱり。さあで佐敷城落とした、じゃあ佐敷じゃない坂城か、はあはあはあ。おとなしくしやがれ、うわめっちゃいる、トヨで8人のトヨに成功、うーんなるほど。じゃあ解放してやろう、そこまでしてうちに行きたくないか。寛大な方ですね。はい、で内城落としました、ナイス、オッケー、ナイスナイスナイス。でこれで帰還させて、よし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 、毛利家残りはこ、さあ九州統一まで残り少し、頑張れ頑張れ。で平戸城落としたの、ナイス、やったぞ。
これは素晴らしい。で、で、ここで2人、あれ佐々木小次郎、あれうちにいなかったっけ。駅伝のある人を仰ぎましょう。あー、断られてる。あーあー、失礼いたします。で、ちょっとね、やっぱりね、金市場が攻めにくいな。願いしか、あ、どうぞどうぞ、はい、うちに来なさい。はい、申し上げたし、毛利に居所がないんだろ。はい、で、伊万里城も落としました。オッケー、ナイス。よし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 。さあ、残り拠点は一つで、この木下正直だけ来たか。あ、で、出雲のお国ちゃんがいる。解放してやろう。感謝します。お国ちゃんは処断できない。で、じゃあ帰還してもろうて、で、寝返り士官、はいはいはい、で、寝返り士官、うん、はいはいはい、で、寝返り士官ですよね。はいはい、よし、思いつきましたぞ。で、寝返り士官ね、はい。で、アード、ユフコレノブだ、はいはいはい。我が主、この人はね、なんか強そう。はい、兵糧支援、はい。お金で、寝返り士官、お耳に入れた聞くで、次は、兵力支援、はい。申し上げます。で、領地替えね、はい。あ、はいはい。で、志賀近津さんだ。はい、こんにちは。こういう人かっこいいよね。イケメン。で、金市場をどう攻めるかですよね。で、すでに、十分な兵がいってる。いや、もっといてもらわないと。はい、宿老の細川藤孝様ら26名が亡くなってしまいました。マジか。細川藤孝、ありがとう。そなたの中金決して忘れんぞ。いやー、細川たか、あ、藤孝軍団が解散されました。忠勝いやー、ありがとう。本当にありがとう。で、島佐子も亡くなったのか。やばいやばい。すごい、すごい、すごい勢いで亡くなってる。やめて。もうやめてくれ。そうか。あ、今、あれだよね。本田忠勝の部隊が行ってたから、これどうなっちゃうんだろう。ちょっとやっぱ兵足りないよね。やっぱ足りねえんじゃん。もうやっぱ兵糧尽きてるもん。で、破壊、おっ、今日、よし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 、破壊工作成し遂げた。ナイス半兵衛。やっぱお前が頼りだわ。さあ、来い来い。わあ、ダメだ、もう追い返された。やっぱ軍隊じゃダメだ。さあ、ということで金井市場落としました。オッケー、お疲れ様でした。はい、毛利家を滅亡させました。で、敵将爆、いやー、もう育ちても、もう育ちしてもね、せんなきことよ。はい、オッケー。で、この野郎、もう日本中に居場所ねえぞ。解放してやろう。どこへでも行きやがれ。甘いです。さあ、ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回の武将プレイをお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。うぺでした。さよなら。ありがとうございました。秀吉秀頼、お疲れ様でした。またねー。